ポッドキャストキュア文化放送ジェオキュアポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ今日のお客様は木根笠幸男さんですこんにちはどうもよろしくお願いしますしいます,いますご紹介しますの皆さんご存知だと思うんですが、はい、1947年京都府でお生まれになりました平安高校から広島東洋カープに入団 1987年の現役引退に至るまで23年間に及んで常に日本プロ野球界の第一線で活躍を続けられまして最優秀選手賞 MVP をはじめ数々の輝かしい足跡を残されましたその間なんと2215試合連続出場という記録を達成されまして国民栄誉賞野球伝統入りをされていますまさに鉄人 改めてご紹介しましょう。鉄人、木ねがさ幸ちさんです。よろしくお願いします。す。さんはもうキャキャ言ってますけども。広島の。本当に、うん。私、広島県知り、いや、広島ファンではないんです。なかったんで。広島ファンではないんでないんで、それは違うんですが、あの、広島県なので、昔プロ野球チップスってあったんですよ。今も。今も中もカルビーの。で、 なぜか、はい、プラキューチップスを買って私は当時ジャイアンツのファンだったので、はい、ジャイアンツのカードが欲しいんですけど、はい、何回か もう辰川さんか山本浩二さんか木の笠さんのカードなんですよどうしてなんですかわかんないそれなんで広島だからかなと思ってたんですけど今木の笠さんにお伺いしたらねどうするんですかここのガルビンの社長さんって広島の方で山崎さんとおっしゃるんですが重点的にカープの選手を宣伝する今ねいくらめくっても巨人の数どこもない30年代の謎が解けましたねもうねモノさん知らなかった カード開けてみたら、もう、絹傘。ね、松ョさんだよ、はい、すいません。広島ファンだったから、いくら教授に出てこない。集めても集めても、絹傘、絹傘、絹傘、立つか。絹傘、絹傘、絹傘、立つか。絹傘、絹傘のカードも持ってましたよ私、6枚持ってたの覚えてますカード集めてたんですけど、でも、当時のカープのチームは面白かったですよね。そうですね、割とユニークだったっていうか、昭和50年代にね、あの、優勝する機会に恵まれて、 これでまあ一応全国の人に、一応知名度が上がったという時期ですよね。だって、実に個性的な選手がいらっしゃいましたよ、ねうん、やっぱりね、あのー、僕は昭和40年にプロ野球入れていただいて、はい、ジャイアンツの実は V 級見て育ってるんですよ、プロ野球は。ね、40年から48年まで V 級ですよ。 ある面似てますよね。それぞれが個性的ですよ。うそうですよね。ねえ、柴田さんも変わってたし、土井さんもちょっとね。黒江さんがいて、森さんがいて、末津さんがいてっていうのをね。うそうですよね。うん、やっぱりそこで、やっぱり大長島っていうこの二人の人が。 やっぱりドーンといらっしゃって、ベンチに川上さんがいてっていうのを、ある面、だから皆さん、個性的な人が、やっぱり50年代強かった時期もやっぱり、吉彦してもそうだったし、長島にしてもそうだったし、ね、水谷、水沼、皆やっぱり、それぞれなんか自分っていうものを主張してましたよね。堀内は違うんですか堀内はちょっと遅いですか彼は1年後です。後ぐらい初めてのね、ドラフトの時の選手ですね、彼は。 僕はドラフトない時に入ってますから。ああ、そっか。あ、ドラフトなかったええ。ドラフト制度ってのは昭和40年の秋に始まったんですはいはいはい。だから僕昭和40年に入ってますから。それまでフリーマーケットです。ああ、の、スカウトの人が行けば取れる。はい。で、契約金もらって。ええ。ま契約金、そうですね。いただきましたね。当時の契約金は、木川さんはちょっと破格だっていう話ちょっと聞いてますけど。いやいや、僕は破格じゃないですよ。 あのね、うん、昭和40年に実はドラフトが始まるっていうのはですね、大きなきっかけがあるとしたら、はいえー、当時、慶応大学から渡辺大輔っていうピッチャーがいらっしゃいましてね、はいはい、この方の契約金が5000万だったんです当時はい。大学の初任給が大体2万4000円ぐらいの時期です、はい、5000万これでさすがに球団のオーナーは値上げてドラフト,ドラフトにしよう。はい ドラフトの元ってもともとそういうことなんですかまあもう一つは戦力の均衡ということもあるんですが払う金が高すぎるとすごかったですねお金持ってる球団ばっかりねいやもうそれは5000万払えるって言ったらそうそうなかったでしょうでも昨日さ、1000万僕1000万いただ千万。すごいですそれは当時大学の初任給は2万4000円2万4000円っていったってね10か月だったらね でも二十はちょっとだからね。<laughs> その話が有名になって、はい、うち広島じゃないですか。はい、で、うちのすぐ近くの旅館の娘さんが、はい、三浦さんっていうかはいはいはい。三浦さんの奥様になられたんですよ。はい、それで、もう、尾道はもう大フィーバーですよ。はい、プロ野球選手に突いたら幸せな人生が待っている。はい、で、うん、もう小さい頃から親に、あなたプロ野球 <laughs> 広島カープの選手でもいいし。 ジャイアンツの選手のミシ。とにかく野球選手はいいわっていう話を、もう延々されて育ったんですよ。一時期そうやってよく言われましたよね。何たって一年のうち半分は家にいないから楽でいいとかね。そうそうそう。それも、うちのお母様より。す遠征、半分は遠征です。よ。金だけかお金持って帰ってくれたから、なんて言ってもらえな一部の選手ですよ、これはね。一部ですよ。 もう準備いね。モナさんはプロ野球の選手に行かなかった。行かなかったそうです。でも、二軍の試合まで見に行ってました、だから。あ、そうですか。二軍の選手、あお互いですよね。なんで青互い青互い、君のすること、青互いってそこはなに君もあお互いだったの、本当若い選手、目をつけとかないといかんと。だから、当時その、江藤さんとかがまだ二軍の頃で。江藤がはい。前田さんとか。ええ。前田が見に行ってましたよ。江藤さ前田が二軍。握手してくつって。 ああもう今、<ー>今、すごいじゃない、だってね。そうですよ、同時に目をつけていたんですかね。<laughs> <laughs> 大きく成長しましたね。それで衣笠さんは、その契約金の1000万を、ドカンって使ったんですよね、確か。ええー、2年で大方なくなりましたね。でも、半分は親に渡しましたよ。<laughs> 半分は親に。何に使ったんですか、はあ。考えても分かんないですけど、まあ、一つは車がありましたよね。あ、フォードのギャラクシー。 とにかくね、あの、僕ね、はい、その今の時代と違って、はい、本当にニュースのない時代ですよね。はい、で、当時ね、グラビア雑誌に乗る野球選手って、はい、皆さん共通した三つの新規があったんですよ。一、はい、つは大きな家に住んでる。大きな家。二、えー、番目に綺麗な奥さん持ってる。三、うん、番,番目に、外車ですよ。外車<社>。で あの当時、会社って言うとアメ車の時代なんですよ。アメ車ですよね。えー、40年頃、ね、はい、キャデラック・フォードです。で、家とか奥さんっていうのは18で興味がなかったんですよ。はい、で、車だけは興味が。手に入るもんだ。左ハンドルの。えー、えー。それは大きかったですよ。5メーター30ありましたからね、えー、長さ。<laughs> 今5メーター30やったら尺入りませんよ。入らないです、ね、ちょっとしんどいですね。駐車場で、文化保送だって入りませんよ。だから、その、まあ、今こうなって初めて言えることは、はい、車を持つことによって自分がプロ野球の選手になったと思いたかったんですね。 でも世の中2万四千円の給料の時に高校出て18歳で。まあ憧れの職業ですね。フォードギャラクシー。どれぐらいいやいや、でも中古だったですからね。100万弱でしたけどね、はいえー。だけど、まあ買って嬉しかったのは瞬間だったですね。あ、そうですかもう,、えー、もう、まあ、猛反発受けましたよ。えー、<laughs> 周りから。何を考えてんだって言って。 お前、何天狗なってんだと。いや、そん言僕にしたら、んうん、うん。だから、当時ね、今のほどプロ野球の選手もみんな車持ってる時代じゃなくて、はいはい。本当にレギュラーの人が持ってるぐらいで、あこ<ー>んな新人が車持つなんて時代じゃなかったですから、ね。入ったと端にくれな車って、えー、秋に買いましたから、うわ<ー>反発食らいましたね。ものすごく苦労しました、これでは。は <laughs> わかんないですよ。そ,その怒られてる意味がわかんない。なんで怒られてるんだって、ね。だけ僕は自分のお金で借って何がいけないんだっていう反発ばっかりですよ、こうなると。うそうすると今。今になってみれば。わ、ね、かります。ね。あの、若いのに。ええ、生意気に。に今だと世の中ってこういうもんじゃないかというのがわかるから、判断できますけど、当時はわからなかった。 でもそれわかんなくていいですよね。まあ<時>そういう時があってもね。なくちゃね。生意気な時はやっぱ男の子だからあってもいいからって。ね<え>まあ今ね、そんな引き返しちゃったから言うことでね。うん、<laughs> あのまま潰れてたら言えないですよね。そう,よねそうだよね。えー、でも潰れずに。えー、デッドボールも。<laughs> 市民球場の絹林さんのバッターボックスってもう,もう本当に焼き付いてますもんまだまだと今も思い出せるぐらいの <laughs> ボクッて当たってその <laughs> スタって,てったスッ!」っスッ!」っっッ!」て ものすごい存在感ですよね、木ヌさんが。痛くないんですかいやいや、痛いんですよ、そりゃ。達川さんなんか当たった時は。洋服かすっただけで、いたたたたたたって、達川さん。ていいでしょ、達川さん。達川さんほとんど当たってないですよ。彼はあのパフォーマンスで打ったはですから、プロ野球ですから。バンバンドで当たったボールで足首抱えて、動かなくなってましたからね、達川さん。転げちゃいました。木ヌさんは当たっても、僕ってちょっと曲がるんだけど、いややっぱり、そうですね。ただね、あれね、一つやっぱりきっかけがあって。はい。 見てる人がこのシーンで何を見たいか、うん。いか <laughs> 要するに当たって痛がるシーンを見たいのか、知らん顔して一塁へ行く姿を見たいのかと思ったら、知らん顔して一塁へ行くあの姿がお客さんは見たいんだと、うん。というところ行ったんですよ、考えが。あれで、あの後だからもう一切怒らなくなった。だってルールブックにちゃんとデッドボール、要するに書いてあるわけですよ。 ルールブックの中に。で、ピッチャーはペナルティーで一つの類を与えなきゃいけない。なるほど。そういうペナルティーがあるんだから、ここは一つ、そういうふうに理解しようと。例えば、そういう衣川さんが、達川さんを見てどういうふうに思われたんですかもう、ただ面白いだけですよ。よくやるよ、こいつただ、あの一つのキャラクターを、彼は、彼の中で、やっぱりプロ野球の選手ですから、何かキャラクターが欲しい。見せ場もね。見せ場も欲しい。で、達川があの、 ポーズやると皆さんお客さん喜ぶわけですよ。<laughs> あれはあれでよかったでしょう。みんな当たってないんじゃないですか,ってうか <laughs> そうそう、みんな当たってないこと知ってるんですから、<laughs> <ー>見てるお客さんが。本人だけが一生懸命やって、審判も笑ってますから。笑ってましたよね。でも、僕こ、遠い記憶ですけど、あんまり木下さん避けなかったんじゃないですかいや、一生懸命避けましたよ、それ。そうですかない。意外、えー、<来>とルール違反。たでも、 まあ、避けないとって、いや、それはストライクゾーンに乗り出したらルール違反だけど、避けなくても、ね、それは避けられなかったのもあるわけだから、乗り出して当たったりしちゃいけないけど、ね。だからね、あの、デッドボールっていうのはですね、見てる人はどういうふうに見えるかわかりませんが、ピッチャーの手が離れた瞬間にもうバッター当たると思ってるんですよ、実は。へええ四角みたいなところに来るんですよ。 だからこのボールが手から、うん、ピッチャーの手から離れた瞬間に、あ、うん、ー当たったと思ってるんですよ。うん、だからみんなあんまり大怪我しないでしょ。時々まあ頭に当たって、大きな怪我がありますけど、うんうん、ほとんどの場合、あれ、冬打ちだったらみんな救急車乗ってます、うん、手が離れた瞬間にもう身構えてるわけです、うん、当たる前に体、きゅっう締める、えーえー、締めてます、力入れてだからその中で、うん できる限りの逃げる努力はしてるんですよ。僕もしたんですよ。<laughs> ただあんなに当たっちゃっただけで。<laughs> でも、でもピッチャーの手離れてからボールが届くまで数秒だいたい0.4秒。1>, 1秒もない。ない、ないですね。<い>1秒は半分あればいい,いうん。その瞬間にも当たると思ってるから、そこでどう当たるか。 例えば、まっすぐ当たったら、衝撃を100%受けなきゃいけない。斜めに体をしたら、スリップするわけです、はい、ボールは。はい、だから、できるだけスリップ出す。あの、体の下にあの何もつけてないんですかいや、ないですよ。アンダーシャーツ着てるだけです何もなくて。えー、脇腹なんか痛そう。<は>どこ脇腹当たるとですね、本当、これは面白い話ですが、家帰ったらボールの縫い目ついてます <laughs>、えー、<laughs> 本当に。<laughs> からなのう<あ>ねユニホームがあって、アンダーシャツ着てるでしょそれでもボールの縫い目ついてる、うん、一番痛かった、デッドボールは。いやー、もうどれも痛かった。<laughs> <laughs> 一番痛いの順番ないんですよ。順番ないよ <laughs> みんな痛い。もう <laughs> <ー>ピッチャーって、ほんととんでもないやつだ思った。だ東尾さんなんかね。うん。当たって怒ると目ぇ向いてなんだみたいな顔して。<laughs> <laughs> やっぱりね、東署なんかと話してるとこですか、ね、気強いですよね、だって。4球投げるより1級で済むんだから楽だっていう言い方すると腹立つよね。<laughs> うん あの人もう目、自分がぶつけてるのに、目、怒ってますもんね、なんかも変わんのかって。よけない、よけない、よけないのが悪いってさ、あれ僕、あんな理不尽の人がなんで生き残ってるのかと思いますけどねこれも一つで、やっぱりね、彼がデビューした頃に、やっぱ覚えたテクニックですね、彼の場合、そんなにスピードのあるピッチャーじゃない、コントロールで勝負しなきゃいけない。ということアウトコース踏み込んで打たれるのは困るわけですだからイイイインンササドで 当たってみから2で投げるっていうのを、ちょうど彼はデビューの頃に覚えたんですよ。なるほど。だから、当たっていちいちすいませんって言ったら投げられないじゃないですか。なるほど。当たってお前が悪いんだ思うから次投げられるわけでしょ。<laughs> それで、うん、でも、2215試合、えー、そんなに当たられながら。<laughs> まあ、一つはね、やっぱり、記録逃げながら打てるほど器用じゃなかったってことは事実ですよ。 やっぱり例えばね、うん、デッドボールで逃げるのうまかったら、やっぱり長島さんなんかうまかったですよ。ーーよね、足を、足をもうパーッとサードの方へね、開いといて、うんはい、体ごと逃げる。はい、ああいう打ち方でヒットを打てるってのはね、うん、本当に見てて驚きましたもんね。うんどうして打てるんだろうと思っただ僕はそんな器用な選手じゃないから、うん、やっぱり踏み込んでいかなきゃいけない。踏み込んでいくと当たる確率も増える。だからデッドボールっても仕方ないと思ってましたから。でも、 あれでしょ ?2215 のうちには、はい、確かどっかで骨折してて出てましたよね。何回、えー、も,もあります。骨折しててな、出れるんですかだって。だって。ってバッターボックスでも立つでしょだって。バッターボックスで1試合で4回でしょはい。で、バット振って、例えば、あ痛い思いすない4回。一遍、うん、バット振って3秒ぐらい残像残りますね。痛いっていうのが。はい。骨が出てるわけです。まあ、亀裂骨折ですけど。う だからその3秒残るとまた普通に戻るわけですよ。で、3回振りは終わりますから、だからできるだけ1回で片付け、ね、正直おき。ちょっとい言わせていただくあなた、ちょっとおかしい。<laughs> <laughs> でもね。3秒間ってあって、だって、それでもたまにはヒット打たなくちゃいけないわけでしょ、う当然ですだって。脇なんか亀裂骨折してて、えー、ヒット打たなくて、で打つわけでしょ、うん、その時にビーンって3秒間走るわけでしょ、そうですねおかしいでしょ、だって,だって1日24時間あるわけですよ。はい その中のわずか何分我慢すりゃ試合できる思ったらそれはしますよ。楽しいんだいや、おかしいって <laughs> だってそれ。野球の試合してるのが楽しい。<laughs> 出てるのは楽しい。楽しい。だって、野球の選手ってみんなプロ野球入ってきるだって、だって普通、亀裂骨折して他に出た選手そんなにはいないでしょ見たことないですよだって聞いて。いや、意外と言わない人が出てるんですよ。あえて、いうん、痛い痛い言う人はあんまりそうやかって出ないけど、うん、意外と亀裂骨折してても出てる人は出てる。 そうなんだ。それはもう自分の体の判断ですよね。だから。カスカなんか絶対出てないですよ、あれ。あのカさん意外と上手ですよね。あれ、あれも怪我しても、もうそういう時はあれは一切言わないですから。痛いっていうことは言わない。痛いって言ったら外されるから。あの、この間ね、楽天の試合を見ていて、もうピッチャーに、若いピッチャーに、あの、当たっちゃったんですよ、ライナーが。で 痛いってなって、うん、野村監督が、お前まだいけるだろうって言ったんですって、えー、かすり傷だから、えー、そら、すみません、僕だめですって言って、引っ込んだら、全治1時間だったっていう話があったんですけど、<laughs> そういうのをご覧になってて、どう思いますかいや、やっぱりその選手ってのは、痛みに慣れてないんだよね、そういう経験をしてきてない。だから、僕なんかの場合は、もう若いときからそういう経験を何回もしてきたから、 これは3日ぐらい痛いかなとか、これは1週間かかるのかなとか。自分の体をよくご存知なんですね。でも、ね、こう、まあ、選手によって自分の限界とか、はい、いろんなことあるじゃないですか。ありますね。それだけ続いてきても、これは俺はダメだとねえ。思わないんですよ、まず。ダメだと思わない。<前>この状態で何ができるかと思うんです <laughs> だって、怪我治すのはシーズンオフに治せばいい。 <laughs> いや、そういうふうに教育されてきたんですよ、<laughs> それで悪化したりはないんですかなかったんですそれがありがたいことに、<ー>だから、よくトレーナーの人に教えてもらったのは、はい、今日より痛みがしたひどくなったら、用心しなさいよ、それだけは自分にいつも聞きましただけど、あれじゃないですか、こうその時はね、鍛冶、うん、場の力で耐えられても、痛くなってくるのって、次の日とか、腫れてくるのって。<laughs> それをどう乗り切るかっていうのは経験ですよ。何回か自分で経験してくると、はいうん、この状態でどういうふうにしたらヒットが打てるかって考える。<ー>松井秀喜が、ええー。木沼サザンの記録を前に。前に。前に<れ>。左手首が、えー。もうあの瞬間やったと思いましたね。見てらっしゃいました、うん。見てました。もう残念だったんですね。 あのー、あのね、実はその連続試合っていうのは2130というのがね、はい、ルーク・エリックっていう人がもう本当に作っていただいて、はい、おかげであの記録はあんな評価を受けるものになって,てな、うん、でで、そのフィルターを超えたのは実は僕とリプケンしかいない。はい、で、そのチャンスを持ってたのは松井秀喜だったんですよ。ぜひ、はい、とも彼がその2130のフィルターを超えて3人でお祝いしたかったんですよ、本当は。 ああ、やっぱりルーゲリックという人がいてよかったねという話をね、あの3人でできたら最高だっていうのは実はものすごく楽しみにした。だからあの瞬間見た時にね、終わっちゃったいな、ものすごく残念だったですよ。<ー>えー、しかもその後松井は治ってきてからも、また似たようなボールを。えー、いや、これはね。は何ですかあれ。いや、しなきゃいけない。 えだって、だって、ってって骨折した時と同じようなボールを取りに行って。えー、それができないなら選手をやめてますよ、彼は。そういうそ,そういう世界です。それはそんな世界ですよ。そんなのは怖がってやるようじゃお客さんの前出られないです。だって、<う>まあ、オーバーな言い方かもわかりませんが、はい、それは命かけてやってます選手ってのは。そ,<う>そのぐらいの覚悟がなきゃできないですよ。 しかも遠い異国に行って。<laughs> <laughs> でも、いっぱいいい選手見られて、うん、いい経験してるんじゃないですかいや、もうね、ねあの、正直ね、えー、あの、僕らも日本も、今、アメリカオールスターじゃないですか。えー、日本のも見れたけど、この時期に衛星放送も入って、両方見れて、えーえー、ね。 向こうのものすごい野球も見れて、えーはい、日本の緻密なのも見れて幸せですよ。そうですね。<ー>そういう意味では本当にいい時代になったかな。だからね、僕はこう、まあ、例えばピッチャーでいや野茂くんですね。扉開いてくれたの。ああ野手で言うと一郎君くんですね。そうですね。この二人が大きな扉開いてくれて、何が一番嬉しいかっていうとね、子供の目線が変わったってことです。<ー>子供たちがもうアメリカの野球にもう目が向いてるんですよ。 頑張ったらあんなことができるっていうのをテレビで見てくれてる。だから日本の野球もそうですけども、身近に見られるのは日本の野球ですが、はい、テレビであのアメリカの選手見ながら、うん、頑張ったらあんなことできるんだって子供たちが思い始めてくれたっていうのが、一番僕は嬉しいですね。すね巨人のね、自由契約になった、えーえー、こう、カジとか、<laughs> 桑田とかも言ってるし、 やっぱりね、現に活躍してるし、えー、やっぱり最後の最後まで頑張るっていうね、う野球のね、一番面白しさ、そこなんですよ、斎藤もそうですよね、斎藤もそうですね横浜、いう形で出ていって、オールスターも明日出ますから、えー、見てやってください、ぜひ、ね、とも。見たいですよ、ね。<laughs> <laughs> あれってどんな思いでご覧になってるんですかいや残念です。本当に残念ですね。広島っていうチームが五十何年歴史を作ってきた、新しいページを作ると思えばいいんですが、あの場所っていうものが僕にはものすごい思い入れがあるんですよ。平和公園の前っていうのが。それがちょっと残念ですね。どうして市長さんがそれが分かんないのか。なんであれね。うん。怒ってる、怒ってる。いや、本当に。最後にもう一つ聞いてください。20年間、野球を終わってから。 ユニホームを着てらっしゃいませんが。ですね。まあ、ご縁がなかったですね。いや、お話があるでしょう。いや,いや、いやまだ、そうじゃなくて、この後にも。いや、もうちょっと時間空きすぎたでしょう。そんなことないですよ。野球 <laughs> は好きですけどね。はいえー、ご縁があれば。ぜひまたユニホーム姿を見たいと思っております、ねはい。ありがとうございます。ありがとうございますどうもありがとうございました、今日は。今日のお客様は、絹笠幸男さんでした。